大谷翔平。全部低いね。まだ4月やん。ピーピー騒ぐな。去年の4月と同じ定期。去年の4月と全く一緒。なんなら去年のがほんまに低い。なんでこれから下がるの？濃厚やのにまだ同じやと思ってるんや。なってから入れていき。相変わらず低打率はヘアヘ長打マンスタイルになんのか。シフトがなくなったら3割打てるとは何だったのか。今年はサイヤング取りに来てるから。上原さんウキウキやな。大谷の打率は2割5分までは普通に下がるからまだ平常運転の範囲。打率はやっぱり大事な指標なんだなと。投谷がえげつない数字だから良いだろ。投手谷の価値が高いうちに打撃成績戻さないとまた失敗言われるで。今年は投げ谷千年や。